さん、こんにちは。山口県交通安全学習館です。今回は、幼児乗せ自転車の安全な利用についてお話しします。小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、幼児乗せ自転車をお持ちの方も多くいらっしゃることと思います。一度に2人のお子様を乗せることができる幼児乗せ自転車は、経済的にも優しく、短い距離の移動には大変便利な乗り物です。しかし、このように便利な乗り物でも使い方を誤ると大きな事故につながる恐れがあります。今回はそういった事故を起こさないためにも、幼児乗せ自転車の安全な利用方法について、皆さんと一緒に考えていきましょう。まず最初は、自転車の安全性をチェックしましょう。皆さんの自転車には、このようなマークが貼られていますか？これは、BAA マークと言います。このマークは一般社団法人自転車協会が制定した約90箇所の検査項目をクリアした高い安全性を持つ自転車に貼られるマークです。皆さん、このような安全基準をクリアした自転車に乗るようにしましょう。次は自転車の点検です。自転車の点検は自転車を安全に乗るためには欠かせません。ブレーキや自転車の各部品に不具合がないか、しっかり調べましょう。次は自転車に乗るときです。自転車に乗るときは、お子様にヘルメットを確実に着用し、顎紐をしっかり締めましょう。また、同乗するお子様だけではなく、運転する方もヘルメットを着用しましょう。そしてお子様を幼児用座席に乗せたら必ずシートベルトをつけましょう。ヘルメットやシートベルトをしていないと、最悪の場合急ブレーキをかけた時にお子様が自転車から転落し大きな怪我をする恐れがあります。お子様の命を守るためにもヘルメットとシートベルトは必ず着用し、楽しく安全な自転車の運転を心がけましょう。次は自転車の正しい乗り方と誤った乗り方をイラストで説明します。幼児一人をおんぶする、幼児用座席に幼児一人を乗せる、幼児用座席に幼児一人を乗せて幼児一人をおんぶする、幼児用座席にそれぞれ幼児を一人ずつ乗せるといった、これらの方法はいずれも正しい乗り方です。しかし、こちらのように幼児を3人乗せたり、幼児用座席ではない場所に幼児を乗せることはできません。皆さん、誤った乗り方を絶対にしないでください。皆さん、幼児乗せ自転車にお子様を乗せて運転しているときは、お子様を乗せていることを忘れず、次のような運転を避け、安全な運転をしましょう。また、お子様を幼児用座席に乗せたまま自転車を止めたときに、ついつい目を離したり、ハンドルに荷物をたくさんぶら下げたり、傾きのある場所に自転車を止めたりすることは、自転車が転倒する恐れがあるので、絶対にやめましょう。幼児乗せ自転車の転倒などでは、幼児が頭に怪我をする割合が非常に高くなっています。ヘルメットはお子様の頭を守るために大変有効なものなので、必ず着用させてください。そのためにも、まずは保護者である皆さんがヘルメットを着用し、お子様のお手本となるようにしましょう。また、万が一に備え、自転車の保険に加入することをお勧めします。現在では様々な形の自転車保険がありますので、お子様、相手、そして何よりご自身のためにも自転車保険の加入をお考えください。皆さん、幼児乗せ自転車の安全な利用についてお分かりいただけましたか？
ちょっとした不注意が取り返しのつかないことを招く恐れがあります。お子様の命は自分が握っているんだということを忘れずに、これからも安全運転をよろしくお願いします。